私とベニとどっちが好き？ひなのかな。なんでじゃあ私のところにベニの方が好きってきたで。あいつやってるわ。あいつやってんな。でもなずちゃん、リサちゃんのことめっちゃ好きだよ。めっちゃ好きよ、うん、そうなの。2人で喋っててもなんかリサちゃんのことめっちゃ好きって言ってたよ。なんなんあいつ、なにあいつ。多分ツンデレなんだよ。なんかあいつ面と向かっても言ってくるし、裏でも言ってんだよ、私がいない時にも。そう、多分ほんまに好きなんやと思う。正直めっちゃリサちゃんのこと好き。なんなのもう。誰でも好きやん。DD か。DD。確かに。DD は良くないよ。界隈から嫌われますよ。誰にでも言うんだ、そうやって。なずちゃん、他の人にも言ってんだ、そういうこと。絶対。誰にでも言うよ。はぁ、あ。私だけじゃなかったんだね、なずちゃん。私だけだと思ってたの。じゃあ、ヤコムは私となずちゃんどっちが好き？究極の選択やな。どっちも好き。どっちもほんまに好きやから。うっさー。決めれんわ。ちょっと、そんな。でも、寝起き一発で話したいのがどっちかって言われたらリサちゃんやねん。好きじゃん。なずちゃんしんどくない？寝起きで話すの。ちょっと。寝起きで、なずちゃんだよーとか言われたら、ちょっと。そう、最近さ、よく一緒にバロランクやってるからさ、うん、なんか寝起きも寝る前もなずちゃんと話してること多いんだけど、寝起きのなずちゃんきついなって感じるときある。お前、なずちゃん見てるぞ、今。そう、だから、ね、寝起きで言うのであれば、なずちゃんかな。朝起きて一緒にいたいのは。ちょっと待って、なずちゃん来た。やばい、聞かれとるってお前。なんちゃんも好きだけどね。まあ、いるやばい、間違った、ごめんねえ、ここ来た。なんか変なとこも投げちゃった。ねえ、じゃあ僅差で私が好きってことか。なんでそんなこと言う。いや、なんちゃんのこと好きだよ。眠い。眠いの？今起きたの？今起きた。じゃあ昼間までちゃんと過ごすってこと？え？昼間は私と過ごして寝る前と、ね、寝起き一発目にさ、うん、なずちゃんだってさ、ステーキ食べたくないでしょ、うん、じゃあ同棲するのはレサちゃんってこと？まあそうやな。やったー！だって一緒に働くのはなずちゃんみたいな。ポジティブやな。一緒に働くのもレサちゃんかもしれない。だから私はもう、何？なんちゃん、一緒に、遊びたい、休日に。おー、体力が余ってる時に。いいポジやな。そう、体力が余ってる時にね。平日の夜とか会うのちょっと、しんどいかもしれん。仕事終わりとか。なずちゃんごめん。じゃあもう私も。でも、なずちゃんには私がいるからさ。大丈夫。そう。うん、そう。でも、リターン、リターンなんかちょっと、んなんかなぁ。で、マームって言ったし。リターンね、人と3日以上過ごせないらしい。だから、同棲できない、うん。そう、3日以上過ごすと、ね、どんだけ仲良くても喧嘩するらしいよ。そう、なんか、イライラしちゃうんだよね。なんか、同じ人とずっと過ごしてると。何日目から喧嘩するかちょっと実験したい。やばい、私マジでナズちゃんと喧嘩したくない。お前のことが大好きだから私お前と喧嘩したくないよ。ひひ。お、もしかして。寝とちゃえ。あ？は？ね、弾なくなったライトアーム。